名鉄出来400系電気機関車400に愛知電気、鉄道出来400系電気機関車は愛知電気鉄道が申請した直流用電気機関車。高年愛電と名記鉄道が合併し名古屋鉄道が設立された際にも形式称号は変わらず出来400型を名乗った。数多く在籍した名古屋鉄道の電気機関車では唯一の箱型電気機関車で、 二両が在籍していた。愛知電気鉄道が1930年に発注した機関車。同時に愛知電気鉄道が自社発注した最後の機関車でもある。車体は日本車両製造製だが、機器類はすべてアメリカのウェスティングハウス車製となっている。完成当初は出来 400K400、401で、 あったが、1935年の名鉄発足に、伴い400は402に改版されてレキ版から、1基版とした。本格的な機関車としては、L120 型が登場するまでは、名鉄唯一の箱型機であり、そのスタイルから、更新前の本形式を好んで模型化するファンも多い。前面窓状の大きな日差しと装下の砂箱が、 特徴ある外観をさらにいかめしいものにしている。パンタグラフは当初ウェスチングハウス車製の独特な大きいものが2機取り付けられていたが、後に PS13 型一機となった。台車は日本車両製造製の板台枠式で、名鉄では珍しく台車牽引式となっている点も特徴である。かつて車体の塗装は黒字だったが、1993年6月に、 特別整備を行い、制御装置や電動発電機、微灯等を交換し、合わせて、車体もノーシルノーヘッダー化。塗色は、名鉄ブルーに変更された。車体裾や、前面のデッキ、手すりなどは、黄色でこれは、旧塗色当時と、基本的に変更はない。名鉄所有となってからも、主に東部、三河線で使用されてきたが、貨物輸送廃止後は、 八は橋駅構内に留置され、夜間に採石運搬車を挟んで、プッシュプル運転で使用された。なお、出来401は一時期三義鉄道や学難鉄道に貸し出されていた。老朽化が進んだため2015年に L120 型への代替が決まり、翌2016年6月6日付で除籍、廃車解体された。鉄道ファン2017年8月号 大手私鉄車両ファイル2017車両データバンク、ありがとうございます。